東口ホーム、牛久駅は、茨城県牛久市牛久町にある、東日本旅客鉄道場番線の駅である。事務官コードは42万1103。当駅は、牛久市の中心駅であり、つくば区木崎地区、牛久社島の最寄り駅である。相対式ホームに面2線を有する地上駅で、京上駅舎を有している。JR 東日本土浦保線区、牛久保線管理室が、 水戸方に設置されている。2001年11月までは2面3線であったが、対避箇所を2面4線の日立の牛駅に変更し、現行の配線に変更された。日立の牛駅開業前は、現在の2番線は、島式ホームであった。山側の2番線を特急列車が通過し、海側の3番線で普通列車が退避を行っていた。現在は、 Q3 番線側に柵を設置の上一部線路が撤去され、保線基地として活用している。エレベーターは双方のホームに設置されている。JR 東日本ステーションサービスが駅業務を自宅している。龍ヶ崎市駅管理の業務委託駅。緑の窓口、スイカ対応自動改札機設置。改札口、ホームに LED 式の発車表が設置されている。 一階二番線ホームにはそば店があったが、2007年7月以降、休業が続き、2008年12月に解体され、さらちになった。その後2009年12月、待合室が設置された。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は12,444人で、ある。茨城県の常磐線の駅では、龍崎駅にい 第6位である。近年は段階の世代の定年退職による定期利用の落ち込みや都心回帰の影響によって減少傾向にあり、2000年度比で1万人近く減少している。近年の推移は以下の通りである。旧水戸街道牛久宿よりもやや北に位置している当駅は西口前には再開発ビル、周辺には小規模商店が存在し、 牛久市の交通の中心であるのみならず、周囲は小さいながらも、中心市街を形成している。なお、駅周辺地区は、本町と呼ばれる。徒歩15分程度の範囲内には一戸建て中心の新興住宅地があり、当駅近くには、比較的新しいマンションも存在する。かつて、当駅と牛久社等の間には、ワイン出荷などに使われる、運搬用の線路が存在した。 また正確には駅構内になるが線路西側にミニ駅ビル、アステアがあり、2階店舗フロア切符売り場、前から入ることが可能で1階店舗は駅前広場に面して店舗ごとに入り口がある。公衆トイレは駅東西にある。駅周辺には公営、民営の駐輪場が複数ある。なお、牛久市当局などは2007年12月から、 発車メロディが変更になったのに合わせて、西口に、河童口、東口に、シャトウ口という愛称を用いている。エスカード、牛久木造駅舎時代は、国道六号に向いた西側に駅舎があり、こちら側の方が市街地としての歴史が長い。九百八十三年から九百九十五年まで、現在のエスカード牛久の南隣の場所に、西遊牛久店が存在したが、 現在ビルは製造業者の配送センターとして使用されている。1984年の京城駅社会校の出口であり、駅前広場は1985年に完成。駅前広場の線路寄りの部分は歩行者専用の広場で噴水などがあり、その北側の一部分を利用して期日前投票所のプレハブ小屋が毎回設営されていた。 牛久市の人口増加に合わせて、駅の利用者が増加するに従い、歩行者の安全性や利便性などの課題も見受けられるようになったため、2009年に東口駅前広場の改修計画がスタート、7年の工事期間を経て2016年7月末に完成。新たに芝生広場が設けられたり、テラコットの亀のモーニュメントが飾られるなど、憩いの場としての性格も持ち合わせており、 2016年8月5日には、完成式典が行われた。愛称は、やっぺや、ぺ広場。牛久市、コミュニティバス、カッパ号隣が、佐ぬ駅時代の2020年3月13日までの、駅名看板注釈出店。ありがとうございます。